熱い選挙戦が繰り広げられた東京都知事選挙、現職の小池氏が3回目の当選を決めました。さらに注目の2番手は石丸氏が165万票余りを獲得し、蓮舫氏を上回る結果となりました。今回の都知事選挙、何が起こっていたのでしょうか。過去最多の56人が立候補した今回の都知事選。選挙結果の一報が出た瞬間、叫び声が響いたのは落選した石丸氏の事務所でした。一方、同じく落選した蓮舫氏の事務所は静まり返りました。拍手と歓声が起きたのは291万票以上を獲得し当選した小池氏の事務所です。事務所に姿を見せてからおよそ2時間、祝福の声に笑顔で応え事務所を後にしました。落選が分かった瞬間、笑顔を見せたのは石丸伸二氏です。皆さんこんばんは、石丸伸二です。本日はまたえらいたくさんお集まりくださいまして本当にありがとうございます。質疑応答で会場がまず沸いたのが冒頭の質問に対する答えでした。NHK さんから今回及ばなかった要因としては石丸さんご自身はどう考えていらっしゃいますか。 NHK をはじめマスメディアが当初全く扱わなかったそういうところ。そして興奮する支援者たちを落ち着かせるとこう話しました。まあ、今ね、切られるのを覚悟でね、最初の1問目がそれできたんですよ。立派な覚悟じゃないですか。ついてどうぞ。ありがとうございます。今後について聞かれると飛び出した言葉は、まだ決めていません。国政にもという思いは終わりですか。選択肢としては当然考えます。例えば広島1区、岸田首相の選挙区ですね。そして簡単に言うと、ぜひ引き続き石丸伸二にご期待ください。今回明らかな劣勢から始まってます。しかし終わった段階でこれだけメディアが来てるんです。次やったら絶対勝ちますよ。上位3人の中で最後にカメラの前に現れたのはまさかの3位になった蓮舫氏でした。支援者からの拍手と掛け声に笑顔を見せますが、その目は潤んでいるように見えます。常に笑顔で応じていた蓮舫氏、しかし討論会が行われなかったという質問を聞くと表情が一変しました。候補者公開討論会ができなかったのは私の中では最大の悔いです。挑戦者として非常に残念な思いしか残っていません。質疑応答は15分ほどで終了。最後は笑顔で退場していきました。さて、ということで過去最多の56人が立候補しました東京都知事選挙、さらに同じ日に昨日行われました自民党が惨敗した都議会議員の補欠選挙、今日はその2つの選挙結果を政治部デスク西垣さんと見ていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは、都知事選から見ていきましょう。宮井さんです。はい、結果です。改めて見ていきます。現職の小池氏が
勝利しました。票数で言いますと291万8015票、はい、そして2位に広島の前安芸高田市長石丸伸二氏、そして3位に前参議院議員の蓮舫氏と並びました、うん、では詳しい内訳出口調査で見ていきましょう。まず男女別です、はい、男性支持のトップは小池さんと僅差で石丸氏 33%、 そして女性ですと小池氏が 46% でトップ、うん、では世代別ではどうだったのかと言いますと、この10代から30代で言いますと石丸氏 42%、 37%、 そして40代以降で言いますと小池氏がそれぞれボリュームゾーンを占めたという調査結果になっています、うん、これ見ると西垣さん、その10代20代30代 の、 その石丸氏の出口調査の結果っていうのがどう見ますか、はい、ですね、あのネット選挙がこれほどこう功を奏したというのがなかなかなかった、はい、これは功を奏したことを言えますね、うん、はい、というのも石丸さん、あの街頭で15分ぐらい短く話して、あとは YouTube を見てくださいという形なんですね。その演説をただし数多く200回ぐらいやって、 その演説が陣営によると1億2000万回流れたというんですね、うん、この結果もやはりそこにリーチしていて、このネット戦略が石丸さん成功したということが分かるかと思います、まあ、そこがここに現れているのではないかということですけど、もう一つ気になるのが、まあ、支持政党別の結果です、はいはい、その出口調査見てみましょう。まず自民党支持層は小池氏 67%、 そして石丸氏 19%、 立憲共産は蓮舫氏 72%、 69%、 で公明党が小池氏 81%、 ただ気になるのがこの無党派層なんですけれども、小池氏が 32%、 そして石丸氏が 36%、 蓮舫氏 16% という調査結果になりました。ですから、まあ、この無党派層をいかに取り込むかということだったと思うんですけど、無党派層の支持も蓮舫氏が3位ということになったわけです。これなぜ最終的に蓮舫氏が3位になったんでしょうか、西垣さん。この3位という理由がこの都知事選の、まあ、うん、あのこうからくりとかこう実態を、ね、表すところがありまして、はい、やっぱり都知事選というのは毎回こう無所属をどこまで、無党派層をどこまで取るか、うん、というところだったんですね、うん、そんな中、蓮舫さんは最初はあの反自民非小池、ただし 無派閥の人へのこうリーチが示すことができなかった、うん、ということがやはりこう勝ちにつながらなかったということなんですね、うん、でさらに、蓮舫さん、まあ、共産党、立憲民主党、そういう支持をこう前面に出したことが、うん、なおさらこう無党派の離れになってしまったというのが選挙の様子だと思います。で結果として無党派の票が石丸さんに流れたわけですね、うん、はい、はい、ですね、でそう石丸さんはですね、こう、まあ、取材して多く言ったのは、うん、いろんな無派閥とかいる中で本当にあの政党のステルス的な支持もなく、まあ無派閥が石丸さんなんだと、で石丸さんの先ほど YouTube 戦略とかもこう合致してですね、まあ、石丸さんがそこを一気に取ったというのが一つの今回の特徴であったと言えます。パックはどうでしょうか。いや、あの、まあ、それぞれの戦略を見るの面白いと思うんですけど、あのその政治と金の問題という悪いイメージを、から自分を守りながら自民党の組織票を取ったのは、まあ、小池さんの強みかなと思うんですけど、全体的な得票率が上がっているのに得票数が下がったのも事実ですね。ちょっと小池疲れというんですかね、その影響もこの石丸さん の、 あの躍進に見られるかなと思います。という感じですね。そういう、こう小池疲れのところを蓮舫さんに行かず石丸さんが取った、うん、ということが言えると思います、ですね。あともう一つ見ていきたい都議の補欠選挙です、うん、こちらも見ていきましょう、はい、結果見てみましょう、はい、9つの選挙区で行われたんですけれども、うん、9つのうち8つに自民党が候補者を擁立しまして2勝ということで、はい、2勝6敗4勝以上とした勝敗ラインを下回る形となりました、うん、まあ、規制政党の厳しい目があらわになったと見ていいのか、まあ、2勝6敗ですね自民党は、はい、そのあたりどう見ましょう。やはりこうあの八王子っていうのはですね、あのこの政治と金問題の萩生田議員のところも、はい、そこ自民党を落としているんですが、政治と金の問題がやはり自民党に厳しくてたということが都議選でははっきりと分かると。ただ立憲民主党も一つしか取っていない、うん、つまり規制政党というのはやっぱり都議選を見ても取れていなかったということは言えるんだと思います。パックンからなんか西垣さんに聞きたいことありますか、うん、まあ、ぜひあのこのみんな皆さんが気になる石丸さんのこの先どう占うのか、うん、アウトサイダーとしてこの先もやっていけるのか、そしてどっかの無所どっかの組織に入るのかどう読みますか、うん、あの石丸さんについてはですね、まあ、いろんな選択肢があると本人言ってるんですが、自民党はとても警戒していて浸透じゃないかなと、今回の実績とても警戒しながら評価自民党の中では上がっています。